かの有名なメラビアンの法則によると、人と人とのコミュニケーションにおいて最も影響を与えるのは視覚情報だといいます。皆さんが野球場に入って最初に見るものといえば、そう、ユニフォームです。少し強引な入りになりましたが、プロ野球におけるユニフォームはチームや選手の印象を決める大事な要素です。通常版や復刻版、期間限定など私たちを楽しませてくれるユニフォームですが、過去には黒歴史と呼ばれるユニフォームが存在することはご存知でしょうか。今回はそんな黒歴史ユニフォーム6000をご紹介していきます。ウルトラの夏2021、ウルトライエローユニフォーム。一つ目は2021年夏に阪神タイガースが着用したユニフォームの前面に虎の顔が描かれているウルトライエローユニフォームです。誰がどう見てもド派手で、まさに阪神、まさに大阪のゴリ押し感が黒歴史と言われるゆえんです。ネット上では賛否両論を呼び、賛成派の意見は、大阪のおばちゃん風のユニフォームで関西感があり地元愛を感じる、いや、2021年は虎年でもあるため前面に虎を押し出したユニフォームでかっこいいなどという賛成派の意見がありました。一方、反対派の意見は、阪神のユニフォームどうしたの、いや、まさかのデザインすぎてびっくりしてしまった、大阪のおばちゃん感が強すぎではなどというコメントが寄せられています。派手なユニフォームは根強い賛成派と多数の否定派がいることがわかりますね。爆発的な連勝を記録するなど個性的なユニフォームで結果を出せば伝説化されることもありますが、2021年夏の阪神タイガースは凄まじい結果を残すことができなかったため、黒歴史と言われるユニフォームとなってしまいました。オリックスチェック柄ユニフォーム。続いて紹介するのは、オリックスバファローズが2016年に織姫デーというイベントで着用したチェック柄のユニフォームです。オリックスはその他にも2015年のイベントビーズ夏の陣2015では地球柄のユニフォームを着用するなど、ド派手なユニフォームを多数作っていますが、今回取り上げるチェック柄のユニフォームは日本国内だけに収まらず、瞬く間に世界へ広がっていきました。アメリカでは逃れられない、避けられない、隠れられない、ゾンビ集団発生の話ではない、チェック模様のことだと紹介しています。ユニフォームは選手にとって仕事着ですが、ファンが私生活に取り入れやすいようにと選手の協力的な対応によって実現したのがチェック柄のユニフォームだったようです。しかし奇抜であり個性的なデザインであったため、黒歴史などと批判を生むこととなってしまいました。ただ野球史を遡ってみれば、2015年にカブスの傘下のユージーン・エメラルズがイベントで赤色と黒色のチェック柄のユニフォームを着用しています。さらにズボンはジーンズでした。オリックスのチェック柄ユニフォームを超えるユニフォームとは驚きです。 DeNA 襟付き解禁シャツ型ユニフォーム。3つ目は毎年恒例の横浜スターナイトで、横浜 DeNA ベイスターズが着用したユニフォーム、襟付き解禁シャツ型のユニフォームです。名前を聞いただけで奇抜な雰囲気がうかがえると思います。そしていざユニフォームを見ると、期待通り、いや期待以上にインパクト大でした。日本プロ野球史上初の襟付き解禁シャツ型ユニフォームは見る人を釘付けにし、ネットはもちろん大盛り上がりとなり、ゴルファーっぽい、選手なの、審判なの、恥ずかしい、黒歴史などのコメントが多数寄せられています。もちろん賛成派も存在し、襟付きユニフォーム欲しい、アロハ風でおしゃれなど一定の層からは支持されていました。着用した浜の番長こと三浦大輔監督に対しても、すごく似合っている、私服みたいというコメントがされています。賛否両論ある襟付き解禁シャツ型ユニフォームですが、個人的にはイケてるユニフォームだと思っています。西武ライオンズ
イエローシリーズ。4つ目は西武ライオンズが着用した黄色いユニフォームです。西武鉄道100周年企画のイエローシリーズと言われるものです。イエローシリーズでの試合結果は5戦5敗と惨敗でした。得点した試合は投手陣が打たれ、投手陣が抑えた試合は打者陣が得点できずと投打が噛み合わない試合が続きました。さらに福岡ソフトバンクホークスのユニフォームに似ているとファンからはあまりいい印象ではなかったそうで、ネットでは多くの否定の声があったのです。黄色いため西武ドームでこんなの来たら虫がたくさん寄ってきそうや、インパクトはあるしネタとしてはそれなりにいいという温かいいじりの声も見られました。帽子はかっこいいという帽子だけ擁護するコメントもありましたが、これらのコメント以上に厳しいコメントも見受けられ、シンプルに黒歴史すぎるや、脇に違う色使うのは本当に嫌いなどというデザイナーに向けたコメントも多数存在。他球団の黒歴史ユニフォームは賛成派の意見も見られました。しかしイエローシリーズは批判が圧倒的に多いユニフォームだったようです。広島東洋カープデニム柄ユニフォーム。5つ目は広島東洋カープが2013年に着用していたデニム柄ユニフォームです。なんとこの時が12球団初となるデニムユニフォームの発表でした。東京ヤクルトスワローズとの3連戦のためだけに作られたのです。デニムのブルーカラーに広島東洋カープ本来の赤色を組み合わせ、爽やかさ、勝利への執念を表現。当時球団のエースであった前田健太投手は、生地に不安があったんですけど、いつも通りの生地だったので安心しましたし、すごく斬新なので面白いと思います。先発ピッチャーなので、着る3連戦にローテーションが回ってくるかわからないですけど、投げるときにはいいピッチングをしたいと思います。とコメントを残しています。ネット上では、球場の土や客席のスタンドの色との兼ね合いによって、見にくいという声が多発。他にも、なんか恋みたいに見えるぞといういじりのコメントも見られました。悪天候で試合するのは大変そうや、日本の夏は高温多湿だからななどと、選手たちのプレーに生地が影響しないかという心配のコメントも多数見られたのです。じっくり見てみるとやはりクスッと笑ってしまうユニフォームです。迷いに迷って絞り出した結果がデニムだったのか、それとも自信満々にデニムだったのか、すごく気になります。中日ドラゴンズの袖なしユニフォーム。最後の6つ目になりました。大鳥は1998年に中日ドラゴンズが着用していた袖なし、縦縞、紫色という不思議な3コンボが炸裂したユニフォームです。当時のドラゴンズは日曜日の名古屋ドームの試合のみだけ着用していました。そのユニフォームは相手チームの選手に、あんなかっこいいユニフォームを着ているチームに負けたくないといじられたのです。そのユニフォームを着ていった試合では3勝9敗と散々な結果でした。そのことからサンデーユニフォームと揶揄されることもあったのです。しかもその言葉を生み出したのは本社の中日新聞社でした。多方面からいじられ笑われたこのユニフォームは1年で姿を消しました。このユニフォームを着用して勝利投手となった選手は遠藤投手、野口投手、山本投手のたった3人。この伝説はきっと後世の中日史で語り継がれると思います。いかがでしたでしょうか。今回はプロ野球における黒歴史ユニフォーム6選を紹介しました。やはりどの球団でもまんべんなく黒歴史ユニフォームがあるみたいですね。紹介したもの以外にもまだまだ黒歴史ユニフォームがあります。検索してみるだけでもクスッと笑えます。皆さんが思い浮かべる黒歴史ユニフォームはどのようなものがありますか。よろしければコメント欄で教えてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。